空気読めないから本当に。はい、じゃあクラッチの方の説明していきますよ皆さん。はい、まずは背番号10番、性別は、はい、かっこいい男の子です。そう、キモカワじゃなくてね、かっこいい男の子ですね。そう、クラッチの他にもクラッチーナ、そしてビーマモンジョールのカンパニーの3人、そして今では封印となっているあのミスターカラスコの6人のマスコットキャラクターがクラッチの仲間なんですよね。はい、そしてですね、あの去年は豊橋浜松戦で豊橋浜松で試合が行われたので、あの名古屋ドームには遊びに来れなかったので、クラッチね。そう、でも今年はこうやって名古屋ドームで試合があったので遊びに来てくれました。はい、さあ今日はね、試合中もドアラ、シャオロン、パオロンと一緒に、仲良く踊ってくれるのかな。クラッチ、クラッチダンスはできるの？すごいすごい、なんか見せて見せて。うん、おーすごい、すごい、かっこいい。ドアラ負けてるよ、ドアラ。ドアラ負けてるよ。お、来たよ来たよ。考えちゃった、考えちゃった。ドアラね、じゃあ交流戦でいろんなマスコット来てくれるけど、やっぱりみんなかっこいいね。かっこいいね。うん、キモいのはやっぱドアラだけだね。さあ、こんな感じで試合中もね、素敵なダンス見せてくれると思いますので、はい、皆さんクラッチの応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。クラッチ、どう、名古屋は好きですか？好き？おー、好きだったっけ。ドアラとは仲良しなのかな。仲良し、仲良し、仲良し。あー、ひどい。ドアラ、なんでドアラ友達少ないんだからさ。仕事仲間なんでしょ。そう、仕事仲間なんで。ひどいよ、ドアラ。友達じゃないもんね。すいません、なんか、すがってるけど大丈夫かな、これ。はい。無理やり友達みたいな。あとは、裏でごゆっくり二人。はいはいはい、あとは、若い二人にもやらせて。はい。大丈夫かな。はい。フレッチ、それ帽子取れるの？お、すごい。次週は、次週じゃない、次回は、千葉ロッテ戦でステージこちら出ます。はい、